笑われへんの距離やん。ドン、よろしくお願いします。というわけで、はい、今日なんですけども、生誕祭以前のね、どこですか。ここは生誕祭、生誕ということで、今日はイベント当日でございます。で、一円は、まあ、今日その生誕祭に向けてですね、髪の毛を伸ばしてて、まあ、結構エクステとかつけて、だいぶロングになってたんですよ。その生誕祭が終わった後に、はい、一円の髪の毛ズーバーきた。そこまで生誕祭終わったら優勝なるもん、はい、そうやな。生誕祭の日に切ればね、うん、前日というかどこまで行くの。ツーブロツーブロ、もうエクステギリギリまで切った。あー、オッケー。急にその生誕祭終わった瞬間に髪の毛ズバン切ってみたいな、はい、一回一円がその今待ち合いの瞬間この髪にね、どれぐらいの髪の毛になってるのか、ちょっと一回そのジェスチャーのところやってみる。うなじが切ってくれ。いいよ。ふぐだい。いいよ。いや、これさ、ピン目立つ。これ別にそんな赤いんしろ。いや、目立たんやん。いや、目立ってもいいし。ピンや、ピンやるな。紹介のことならんよ。でも、かわいい。いいと思うよ。お、生徒にさ、いいやん。誕生日っぽい。誕生日っぽい。髪の毛いい感じやな。サワンだ。いいぐらい？サワン。サワンだ。伸びたな。髪の毛。ここら辺？エクステ。エクステどれぐらいからつけてる？根元から。どれが普通の髪の毛？めっちゃいい感じ。短めや。地毛はどこまでなの？地毛どこら辺？肩ぐらいじゃん。あ、そうなの。なんだよ。そうそう。食感とかじゃない。めっちゃいいの。降りてる。いや、いいと思う。鼻もしかツンってなる。鼻もツンってなってる。わさび。今段階、ジゲアのエクステの距離感全部つかりました。あ、わかった。わかりました。あそこまで。ちょっとジゲも切った。ジゲちょっと大きい。そうそうそう。ちょっと痛い目あってもらいたい。うん。例えば外したみたいな。サッポートみたいなのかな。上、ちょっと行けない。はい、これもちょっともうやばい。お前行きます。ちょっと生誕祭終わりまでちょっと待っていただきます。一円もいます。今、オフ会に生誕祭来まして、生誕祭終わったらみんながやることと言ったらですね、髪の毛を切ると。あれ今片付け中ですか。片付け中です。もう今監督みたいにやってるんですけど、今僕格好ぐらいまでね、彼がやってますけど、全部いきます。全部いっちゃってください。全部いきます。なんで、来たらとりあえず、まあ、髪の毛触って、エクステいらんじゃん。ってこう触って。一発いけるから、もうジョリジョリジョリ。怒らないでほしいんですけど、一応まあ、生誕祭終わったらエクステ外すって言ってたんですよ。確かに。これだけ言っときますね。あれ、女にすんのはちょっと説明いるもんな。少し違いました。お疲れ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 。YouTuber すぐ忘れた。あー、すごいぞ、マジで。お疲れ様でした。マジで疲れ。お前何も来てんの。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。いや、楽しかったです。もう、座っただけ。座っただけ。ちゃう、お前どんだけ、お前、お前の台本6行でさ、喋った思ってんのか。いや、わかるでしょ、大体。え、何でしょ。お金は後で。まあまあ、カメラになったんじゃない。これ、結構ビジュアル良くない。今日はあの、あれ、メイクさんにやってもらって。あ、そうだよ、読んだよ。そうそうそう、わざわざ来ていただいて、で、やってもらいました。結構いい感じじゃない。え、もう、ビジュアル良くない。うん、だいぶいいな。うん、だいぶいいよ。髪の毛めっちゃぐちゃい。ちょ、髪さ、エクステの境目わからんの。うん。え、ちょ、髪の毛触っていい。え、髪の毛。うん。ちょっと髪の毛におってもいい。あ、さ、髪の毛のエクステの境目みたいな。地肌こうやってにおってもいい。すげえ。お、何した。エクステの境目、エクステの境目みたいから返していい。
え、見て、わからん、どこか。ほんまやな。行くな。やばい。もう見て、エクステの境目わかる。すごいな。すごい、すごい。本物に自分の血。え、待って、待って。本物に自分の血。え、待って、待って。本物に自分の血。え、待って、待って。お前ほんまにどういうこと？ほんまにこれやばいって。ほんまに知ってるん、マジで。ほんまに、うん、だるいって。もう意味わからんの。何これ、すごい。あ、これ肩を切るなら全部切れや。もう切るなら全部わからん。全部切れたらよかったね。全部切れや。もうエクステ外すよってやったからええけど、お前。これ焼いてお前食べろよ。エクステ外すよってあるって聞いてたの。うん、美味しそう。それで切っていく。中食えよ。あの、食うなやったらいいよ。まあ、カルシファーやろ。ちょっとだから髪を切ってんの。エクステの境目マジで分からなかったな。マジで分からん。お前さぁ、その回まだなんていう名前な。知らんもんね。ハーフやん。え、違う、9じゃん。ロードロングやん。え、9じゃん。ちょ、もうないって。9やん。 9？ あはは。じゃあこっちも切って。じゃあそうやったらゼロになる。ちょっと待って、ほんまの髪の毛お前切ってないよな。てなんや、そんな一線越えへんやん。お前後ろだいぶ短いぞこれ。お前待って、これ後ろだいぶ短いぞ。え、待って待って、ちょっと待って。俺あれやん、モカ弁食べたい。あ、お前カラフル。お前待って、モカ弁食べたい。で、これ本物の髪の毛、自分の。ちょっと待って、ちょっと、どれが自分の髪の毛。これ自分の髪の毛やねんけどさ、大丈夫？ほんまに。うちの髪の毛1ミリでも切ってたらお前坊主すっからな。なんか、なんていうの、俺が悪いみたいになってない？ちょっと、あの、切ってくれ、こっちも頼むから。この人が、なんか生誕祭でさ、なんかめっちゃ頑張ってロングにしてさ、その後頑張ったお前に髪の毛切って、俺悪いやつみたいになってないか。マジで。これどう思うかよ。なんだってこれも。ちょ、ほんまに何してるまでやろな。どんどん出てくんねんけど。なんか俺が切ったから悪いみたいになる。いくいって思う。お前反応的に間違えて反応切られた瞬間、やったーって言わんの。噛んだから声で。ジャパネット戦うみたいな。やったー。その髪の毛何円ですか。39,800円。じゃあ、悪いみたいになってる。じゃあ、その、せめて切れ。じゃあ、皆さん、その、弁明だけしてください。エクス外す予定は多分消してたよ。エクス外す予定はあったけど、今日じゃない。いつや。いや、もうちょっとロング楽しむかなって。マジでさ、つけてくれない人のさ、死ぬ日もたまらないなんて。生誕祭終わったら切るって言ってたから、一刻にしよう。生誕祭終わったらすぐ切る。生誕祭終わったらすぐ切ると言って、生誕祭終わって、落ち着いて、ちょっとロング楽しみだな。生誕祭終わって今落ち着いて、ちょっとトイレとか行って、落ち着いて。じゃあ、そういう、トイレ落ち着くじゃん。ちょっと落ち着く時間増えてよ。増えてよ。お茶飲んでたの。お茶、お前なんか俺が悪いみたいになってるじゃん。もう何これ、ショートロング、何これ。9 9だ。もう誰言っても意味わからんって。何言ったことだ。でも入るかもよ、それ。やらんやろ。髪型どうしますか。9で。あの、ヒカルさんヘアみたいな。そうそうそう、片方短くてな。どうしてるの、お前。どうしてるの。ねじんだお湯こぼせる。ちょ、やばい。綺麗やほぼ。あ、そうよかった。なんか俺が散髪屋さんみたいになってんな。この辺なんか美容師みたいなって。美容師の一応の会話みたいな。時間ないね、返して。お前ここやろ、ここやろ。お前の手いけるから。うん、ここや。あ、そうやな。おおおお。ショートなんかちょっといいよ、ちょっとなった。
髪の量多いだけやん、これ X ってつけて自分の髪の毛の長さと一緒で。なんか髪の毛多いみたいな。じゃあもういい。なんかメイドカフェ店員とキモ客みたいになってる。ヤバ客もういいって、最悪やもん。ちょっと楽しもうと思ってたのに。生誕祭なってない。なってない。ほんま生誕祭終わったからなってない。言ったからなってない。見てもらえよ。俺あれやん、ほらへん食べたいやん。お前逃げんの、逃げんの、俺してる。